皆さんこんにちは。コモディティインテリジェンスの近藤でございます。今日も金と原油についてお話申し上げます。さて今日のタイトルは中国とインドのことを金については述べます。プラチナは長野鉱山生産について少し述べます。原油についてはコロニアルパイプラインの影響と、アメリカの状況をお話申し上げます。それでは金のお話をいたします。中国の金でございますが、これはワールドゴールドカンシルからつい最近出ましたレポートでお話申し上げます。金の価格は回復したってのはこの大して回復はしてないんですけど、ダブルボトムですねから少し上がってこの辺にいますということですね。これは、緑色がちょっとわかりにくいかもしれませんが、緑色が上海の金の現物価格ですね。で、金色っていうか、黄金色が、ロンドンの現物価格でございます。中国の、政治の動きでございますが、左の下のグラフは、2019年から21年の、中国のですね、景気の動向でございますね。ついて CAGR という指数で述べておりまして、17年から19年よりも19年から21年の方が伸びてますよということ。輸出が伸びてますよと。から小売も伸びてますよと。ただし製造業の投資は減ってますよということが左の下のグラフでわかります。これにつきまして、国内消費を喚起することが最優先になってまして、輸出依存度を低めようということで、輸出に頼らない経済を作ろうというのが習近平主席の今後の方針だそうです。ということで、これから輸出を下げてパンデミック、国内消費を活発化させよう、活性化させようと。ということで、今年も継続して、国内消費を活発化させようってことは、金の消費も上がる可能性が強いというふうに、このワールドゴールド監視のレポートではまとめています。中国では、ETF の投資が減った後から出てきますけれども、ということで、安全資産としてのニーズが低下。これは何かと言いますと、株価の方が上がってきたということですね。ただし直近では少し下がってますけれども、株価が相対的に上がってきたということですね。金の取引量、これは上海金、黄金交易所、これは現物の取引所でございます。現物の取引だが、もう期価交易所っていうのは上海にあります先物取引所でございますが、先物の金の価格も下がってき、取引量も下がってきましたと。いずれも前月比で減少してます。この下のところの、これは価格ですね。金価格でございますが、先物と現物の価格が両方とも、直近では下がってるわけですね。ということでございます。両方とも取引高自体も取引、これは取引量ですね。取引量は 36%、先物は 23%、現物が 36%、4月は下がってますと。ということでございます。これは前月比ですね。株式市場が安定していることと、現地の金価格の変動が3月に比べて小さいことから、金の短期取引への関心が低下していると。ということでございます。それでも、とは言ってもですね、2019年、おととしの水準に近くなってまして、まだおととしの水準には達していないんですけれども、これは、過去の水準としては、4月としては結構高い水準だよ、ということを言ってます。これから特に、回復してくるだろうということで、卸売業者は金を製造を始めました。金の製造を始めるために金の、仕入れを増やしておりますと。5月は増えてくるだろうということがここに書いてあります。
パンデミックが徐々に、まあ、ワクチンの接種も日本よりはずっと多くできてますので、非常に、なんていうかな、いろんな場所でワクチンの接種ができるようになってまして、日本とは偉い違いでございまして、中国もアメリカも、ワクチン接種では先進国でございます。金の ETF はこのところ一番右のこのところですけれども、少し減りましたと言っても残高はまだ高い水準ではありますけれども、4月という意味では2トン減少しましたと。2億ドル、2億人民元ですね。8000万ドル、80億円ですが、減りましたということでございます。70.4 トンになって、流出になって、株式市場が安定しているので、株式の方に金の ETF から、資金が投資したっていうか、まあ、株式の方に移動したってことですね。ただ、それでもこのグラフを見ますと、歴史的水準で高い水準にありますよということがあります。先月3月は過去最高でしたからね。上海黄金交易所からの、49の引き出し量ですね。引き出し量はこの金色の方なんですけども、取引量が緑色の方でございまして、どちらも4月はちょっと、前月よりは3月よりは減ってますけど、まだ、それ、結構高い水準にありますよと。金の、平均を上回ってはいますけれども、前月から3月から減りましたっていうのが、金の現物卸売需要ですね。ですから、まあ、卸売業者が金を製造するために、金の地金を仕入れるという行為が少し4月は、で、3月ほどではなかったということですね。ただまあ、これからまた元に戻ってくるだろうと。傾向値としては斜めに上に行ってます。金のスプレッドは、国内価格はちょっと前まではこんなにマイナスが非常に大きくて、要するに安売りしなくて売れないという状況が続いてたんですけれども、まあ中国人はしたたかでございますので、買わないときは全然買わない。それに対して、卸売業者は、あるいは金を売る販売業者はですね、金商って言いますけれども、金商さんは、ディスカウントで国際価格よりずっと安く手持ちの金を、まあ、赤字でも売却するという商行為を行います。従いまして、こんな風にものすごく安売りをしたってこともあったんですが、現在はプレミアムがついて、海外よりも、まあ、当然、ロンドンの価格よりも金を運ぶ、費用がかかりますから、その分だけプレミアがつくっていうのは当然なんですけども。まあ余談ですけど、私が浜中さんっていう住友商事の人と張り合ったことが、私は香港に行った時にありまして、香港で同時金を浜中さんの住友商事さんが、LME フラットで、有色金属コンスという中国の、まあ、私鉄金属商社ですね。政府系の私鉄金属商社にオファーをしたってことで、私がプラス100ドルと、LME プラス100ドルという、オファーをしましたら、とんでもないと言われまして、で、そんなことはないだろうと、詰め寄ったところ、じゃあ、奥に来いって言われまして、事務所に入れられまして、そこで彼は、ロイターの画面を開きまして、ロイターディールをしまして、住友商事を呼び出して、金の、じゃなくて銅ですね、銅の地金の、オファーを出せと言ったら、住友商事から LME フラットが実際に出てきました。担当者は浜中さんだったんですね。ありえないですね。LME フラットってのは当時は中国には LME 倉庫ありませんでしたから、ロンドンから上海に運ぶ費用がかかりますので、それがまあ100ドル弱かかりますから、ありえないことが起こったっていうのはびっくりしたんですけど、まあそれは余談であんまり長くなりますから、やめますけれども、通常はプレミアムがつくのが当たり前でございます。政府保有金は相変わらず中国がこの2番、ロシアに次いで2番手のところにいまして、まあ他の国を合わせますとアメリカとかたくさんですけども、
変動という意味では、こういうワールドボールカンシルのグラフでは2番目に1948トンのまま横ばいになってます。ロシアも直近では横ばいですけども、これがトルコが増えてきましたってことです。インドはちょっとずつ増えてますけど、ということでございます。小売需要は、小売需要につきましては、金の輸入量が増えてきまして、金の輸入が増えたってことは、小売がこれから増えるだろうということで、航空機、旅客、航空旅客輸送量も増えてきてまして、国際線が動き始めたってことですね。日本はまだ全然動いてません。ハワイにも行けませんけれども、中国ではもう徐々に平常に持ったらして、今前の水準よりは随分低いですが、過去20年よりはまあ良くなったというところですかね。ということでございまして、まあそれでも、ただ中国の新型コロナの新しいものは非常に少ないですね。日本ほどではなくて何人かという単位で増えてますから、それでもまあ増えてますので、まあインドほどではないんですけれども、まあ日本ほどではないですが、最近東南アジアで台湾なんかも増えてきてますね。新型の新しい、新しいタイプのイギリス型とかインド型とか、新しいタイプの、ものが増えてますね。さて、金利低下とドル安、インフレが、日本金価格は投資。これは世界的な話でございますけど、アメリカの金利低下といっても大した金利低下ではないんですけども、1.7% から 1.1%、1.0% ぐらいまで下がったってことが、まあ、前ありまして、まあ、年初から上がって、それから下がったんですね。現在はドル安なのかドル高、ドル高になってドル安になったってところですかね。あまりはっきりドル安ではないんですが、ちょっと直近ではドル安になってますね。インフレ期待は、直近のアメリカの CPI、消費者物価が高かったよって何パーセントだったってことで株価が暴落しましたが、実際世界的に銅だとか産業資材の価格が上がっています。また穀物、トウモロコシですね。トウモロコシの価格が上がってまして、大豆も上がってまして、小麦も若干上がってますね。その他、コーヒーとか砂糖なんかも若干上がってます。ということで、インフレがこれから起こるとすれば金価格は投資するだろうと言われております。中国国内の金利は安定してまして、中国国内のインフレは、全く、今のところ、射程外でございまして、人民元も強いということでございまして、その辺の話は中国とアメリカはちょっと違うということですね。通常第二四半期はオフシーズン、金の需要は少ない時期になるんですけれども、5月は好調になるだろうと見込まれております。景気が回復してまして、パンデミックの適切な収束がありまして、主要都市における消費系刺激先が国内消費を刺激しようというのが習近平がかけた一斉号令でございます。レーバーデーとか非常に長い休みがありますので、そういったところで金が売れる可能性がありますということですね。次にインドの話でございますが、これはご承知の通り、後でグラフが出てきますけれども、非常に、まあ死者がどんどん出てまして、病院が満員で、他の病気にかかった人が病院に入院できない。あと死者がもう火葬場がなくなって街中で燃やしていると。まあ、ガンジス川に流している。死体もありますということで悲惨な目にあってますが、オーストラリアなんかはインドからの入国を禁じてます。まあ日本もインドからの入国は今現在ちょっと遅きに実施したんですけれども、何人か入っちゃったんですけども、インドからの入国は制限しております。ということで、アクシャヤトリティアっていう、まあ、祭礼シーズンが、まあ、結婚シーズンと重なってるんですけども、ここで毎年金が大量に売れるんですが、その動きが今、そんな、それどころではないということですね。非常に感染者が急増してまして、職業も、失業する人が多くて、大変でございます。
これがグラフでございます。これは新規感染者が5月になって急増してます。これが死者数ですね。1日あたりの死者がものすごく多くなってます。ロイターのグラフから取ってきました。世界で最も多い、2番目に多いですね。感染者数は世界でアメリカに次いで2番手でございます。中東アジアでの死者数ではダントツの1位。世界の死者数では真ん中にいるということがグラフで示されております。貧困になるということで、先ほど言いましたように、職業に就くことができなくなって、会社も倒産がいっぱい、倒産っていうのがあるのかどうか、ちゃんとした会社じゃないですからね。一般的な、いわゆる三ちゃん企業ばっかりなんで、そういった企業が収入が減っているということで、解雇が続いておりまして、数千万人が貧困に陥っている。またロックダウンが再び行われて、そういったところから、非常に、なんていうかな、黒雲がかかっているような状態ですから、世界第2位の金消費国のインドは、今年の需要はあまり期待できないだろうと思われます。ただオンライン取引は増えてるらしくて、対面取引は先ほど言いました中で言い忘れたのは金の宝飾店が全部閉まってると。ほとんどの宝飾店が今閉鎖してまして、金を買う場所がないってことですね。ですからオンラインが若干ですけれども増えてます。ただ、まあネットがそれほど発展して、まあどうなんですかね、ある程度あるんでしょうね。携帯電話ありますからね。携帯電話買うことは、買うことはできるのかもしれませんが、どうやって支払うかっていう、その問題があるかもしれません。まあ、カードなどの普及は遅れております。ということで、インドは、ちょっと、今年は、あまり金の需要を期待できないということでございます。プラチナ、この写真につきまして私が撮った写真でございますが、これはプラチナ鉱山の、プラチナ鉱石を地面、地中1000メーター。あ、ごめんなさい。1000メーターですね。地中1000メーター。中国は500メーターなんですけど、南側は今1000メーターの地中ってのはこれで、ここの上に滑車がありまして、滑車がこうあって、リフトが、鶴瓶が二つありまして、一つは人間が乗る鶴瓶、一つはこの鉱石を上に持ち出す鶴瓶がありまして、ぐる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 こう回ってまして、上がって、これが私でございますね。南アフリカのロンミン、今ではシバンエっていう会社になってますけども、三番目に大きい鉱山会社の三菱商事さんは、総代理店です。二社で総代世界を二分してまして、世界の総代理店の二社のうちの一人です。一つだったんで、私のシェアは当時ですけれども、相当前ですけれども、相当前は私は世界の 25% のプラチナのシェアを握ってガリバーだった男でございます。これ行動の中を歩いていくわけですね。日本人でお客さんですね。お客さん、これが、ここから上に上がりまして、上の歩幅前進しますと、こんな狭い、頭が上がらない50センチですね。そこでダダダダダダッとこうやって、鉱脈、これ2センチなんですよ、縦幅が。わずか2センチのものを掘るために50センチ、上下50、両方1メーターを、この土を全部掘り上げまして、この滑車で持ってきて、ここでやって、この後、外に精錬工場がありまして、精錬工場で、鉱石にするんですけども、鉱石は1日バケツ1杯。バケツ1杯がプラチナの鉱石ができる1日の生産量です。それをヘリコプターでも運びまして、長野100キロぐらい離れたところの、精製設備に持ってきます。この、ここはもう、なんていうかな、周りは、動物サファリパークですね。の中にありますから、まあ非常になんて遠いところです。北の方ですね。ケニアに近い方ですから、そこから街中の生成工場までヘリコプターで運ぶわけですね。これは貴重なものでございまして、そこからできるのはまた次回ご説明しますけど、生成工場でプラチナにするわけでございます。
まあその鉱山が今年は 21.3%、 これは全体、南亜全体でございまして、どちらかというとニッケルとかですね、いわゆる鉄鉱石とかですね、他のものが多くて、ただしプラチナ属金属 41% を占めていると。 21% 上がったうちのこれの40%だから、死に 8% はプラチナ属金属が伸びたものでございます。いずれにしても3月は非常に生産が伸びたというニュースが載ってましたので、4月の鉱山生産量は新記録確実と、3月よりも増えるだろうと言われております。生産量は伸びてまして、販売量も同じように伸びてまして、まあ、自動車が回復してますから、自動車触媒が回復して、宝飾品はまだダメなんですけれども、自動車触媒と、まあ、工業用の用途が、ガラス製品だとか、ガラス用だとか、まあ、ガラス用はあまり工場の建設が、需要が、でございますので、あまりないかもしれませんが、まあ、そうですね。石油化学も工場建設、ただ石油化学は、大体、入れ替えますんで、汚くなると、まあ、クリーニングのために、パイプラインの中にある触媒を取り出して、それをの、新しい触媒に入れ替えるという作業があります。ただ、それはもうすでに買ってますからね。在庫がありますから、それほど大きな需要は出ないと思います。工業が、なんていうかな、工業生産が急増しても、新規の工場が建たない限り、あまりプラチナのそういった工業用の需要は増えません。さて、ダーの鉱山売却は755グランド増だったと。だったと、3月は750億グランドだったと。そのうち 41% が310億グランドがプラチナだったと。ことで、南亜にとってプラチナの鉱山っていうのは、まあ政治的にも重要な役割をしている鉱山で、工業でございます。鉄鉱石が過去最高だったと。それとまた南亜ランドは、これは輸出にとっては良くないんですけども、輸入にとっては、南亜ランドが強くなっていると。ドルに対する南亜ランドは安くて14ランドで済むと。いうことですね。一度に対して前は15ランドだったのが14ランドで済むということになっていますと。でございます。以上で、金とプラチナのお話はおしまいでございます。何かご質問がありましたら何なりと、サイトに書き込んでいただければすぐにお答え申し上げます。ご清聴ありがとうございました。